この国邸作るの？に対するみんなの反応。せっかく馬主様が許可くださってるのに扱いが悪うございますよな。そうぐらんねえ。デザインドストライクだから早く育成させてほしい。まだ確定してないだろ。横浜が優勝したら情報解禁ぐらん。ずっと謎のままか。オープン戦優勝でいい？何のためにデザイン出したの？って言いたいのはわかる。オペラ王とかのエグアニメ済ませたらテレビアニメで3期やるからそれまで待ってて。その頃にはゲーム3周年迎えてそうだな。普通あの出し方してきたサンブラック実装とか言われたら育成ストーリーに出てくると思うじゃないですか。北さんのシナリオにシュバルグランはまあいなくても。ダイヤの方にクラウン出てこなかったのは驚いたよ。二人の名前の発表タイミング同時だろうし8月頃なんだろうか。デザインと声優まで発表しといてお蔵入りという前例もあるので。公式ページにハテナで載っけてるからお蔵入りではないだろう。ここまで秘密にしてるならまだ出さなくてよかったんじゃないかなと思う。キャラデザ出てから4年、一番まともの喋ったのがシングレイチワの CB 先輩のような例もあるし。キャラのモデルを鋭意制作中だったりしてるんだろうか。ビジュアル出されてから出番ないままだと熱も落ち着いちゃうよ。未だ名前も明かされないって。さすがに実装に先立って名前は判明すると思うけどじゃあどのタイミングで？とはなるね。1周年からの新規実装組はいつ出番になるんだろう。もう忘れてる人もいるだろ。ようやくメインストーリーが完結するし次からは新キャラだらけの新しいメインが始まるかもしれない。トプロとか親父とかボリクリとかアニメ化合わせが確約されてそうなのはいいことなのか悪いことなのか。さすがに馬ゆるには出てくるとは思うが。アニメって言っても馬4タイプだからな。馬4型のをやりまくった方がいいとは思う。キャラ数も多いしいろんなことから無5分完結のアニメまた作ってほしいよね。すでに TS シナリオがそんな感じだけど。というか馬4復活は無理なんですか。アニメ1期2期みたいなのはちょっと重いんで馬ゆるで十分かな。下手すると3周年まで揃わないかのオプス。すでに登場していても育成未実装の子もまだ多くいるから一体いつになるのか。普通にメインストーリーで主役変更から一気に追加じゃない？音沙汰ないってのもゲームリリースまでと比べたら誤差みたいなもんだし。まあ早く来てほしいよね。無理がありすぎるグランなんて語尾もあれだし。そうシュバねえ。佐々木がむっていいねえ、って言ったのかと思うと面白い。嫁がダメ出ししてデザイン訂正とかしてたらなおよし。漫画も始まることだしぼちぼちローレルの中の人ぐらいは教えてほしいな。まあ周年でお祭り感が欲しかったのはわかる。思った以上に新キャラ関連鈍いな。声確保が難しいんだなってのは察する。ライブ回すための新人声優は十分だろうし放送にもライブにも来ないマックイーン枠増やしていいと思うんだがな。マックイーンの人はライブ来たことあるよ。ゲーム内での声優の仕事は初期ボイス以外ほぼないからゲームで実装するだけならそんなに手間にはならないと思う。さすがにハーフアニバではサポカくらい来るんだろうな。こういう風にまだ来ないのか、ってもったいつけるパターンは大抵もう準備はできてるけどタイミングを測ってるやつ。例えばハニバに合わせるとか活躍したレースに合わせるとか。これ予想段階だとよく言われるけど全然やってないよね馬娘。最近の八重のあたりからは実装合ってるし。モンジューとかブライトとかメインに関係する奴らの方が優先されるのはまあそれはそうだな。タイミングを合わせるって言っても合う馬自体が少ないし。1月2月とかスカスカだからどうしようもないし。実際問題闇鍋で1回パスしたからな。名前は出てるのにローレルやゼファーやリッキーと比べると何もないアストンマーチャンさん。まあ夏は勝ったレース関係ない子が来るだろうから。夏で言うと行くのが勝ったレースほとんど夏で夏女とも呼ばれてたらしいからちょっと期待。ハニバまでに実装されてハニバではまた別の新キャラが来て欲しかったんだけど無理そうだね。アニバで発表されたキャラたちのお披露目で終わりそうだなハニバ。ツインターボとかまだまだ先に実装すべき子がいっぱいいるしね。年季で言えばアニメ1期以前からいるキャラもまだ10人近く残ってるぞ。
言うても既存の残りキャラは海外やらライバルでシナリオ難しいのばっかり。中山はロンシャン作ってるの判明したから一歩前進したか。ライバルも十分揃って海外行かず勝負服もある尾行はチャンスか。許可取ってから1年くらい制作にかかるんだからまだまだだろ。メインシナリオ前編に合わせてブライト来たからツルちゃんも早めに来そう。シリウス中山パールあたりは海外走れるようになるまで塩漬けしてる感じする。海外ないライバルいないでシナリオ作り難しいってのが多いな。海外走れるようになったら待機のシナリオ直してあげて。キャラ揃ってる今シナリオ書き直してほしい子なんてあげたらキリがないからやらないんだろうなってのはわかる。ボリクリはもう少し発表が早けりゃライバル不在のファインシナリオに出せたんだがな。とりあえずシングレとかメディアミックスに出るやつは実装早そう。雪乃は盛岡盛岡言われるが盛岡競馬場が今の盛岡競馬場じゃないという問題が。ライバルも出すの困難だしどうすんだ？雪乃は今のところ TS の野良レースにも出てこないのが謎。実中ハック勝負服が変わるからだと思う。スケート靴でターフは走れない。スケート靴で走ったら失格になりそうだよな。汎用服で G1 出てるキャラいっぱいいるでしょ。新キャラよりまだまだ初期勢が残ってるからそっち優先してほしい。マーベラスは最低でもローレルがゲーム実装されてからかな。やっぱり声の確保って難しそうだよなって思った。そうだよな、再現の声優って求められるものが多すぎるよな。ライブ考えなきゃそうでもないんだけど再現はライブコンテンツにしたいっぽいからな。でもみんなライブシーン飛ばしてるんだよな。でもライブで曲聴くといいの多いんだよな。アプリ内動向より現実でのライブと CD や配信音源でって感じなんじゃないかな。このままだと雑な語尾キャラとして定着してしまうグランネー。既存のキャラのシナリオに新しく追加されることはない。絡みのある子が育成で追加されない限りまず出てこないでしょ。月末には衣装違いとイベストもあってそれらの裏で並行してメインストーリーも作らないといけないし。サポカに新スキルに UI 回収やバグ取りやライブもあるから大変だ。コロナとかで本来の収録や制作予定に対してどこまでずれたんだろうねとはなるよね。まだ実装されてない既存キャラが多すぎるだろ。すぐ育成させろとは言わんけどシナリオには出せや。さすがに既存キャラの実装優先してもらわないと困るわ。何か発表あるとしたら次のハニバになるのかな？ハニバでいろいろ発表されるらしいしそこだろうね。シュバッと来るかと思ったら万世馬の初 G1 くらいゆったりしたペースぐらんねー。リッキーが夏に出るってのも気になる。いつの間にかハニバまで2ヶ月になってた。名前がわからないまま半年が経とうとしている。毎週土曜日に誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。